ねえ、はい、どうも、こんにちは、底辺の王と書いて、底王という無神教でさえ、この時間何の無になるんでしょうね。昼の部、まあ一応昼の部になるのかね、はい。まあちょっと夜からちょっといろいろあってっていうか、まあ変わったんで、はい。スーパーファミコン版のドラゴンクエスト6の、こんにちは、は群生い、なう。群生ということ、はい、チンホさんいらっしゃいませ、どうもこんにちは、はい。この時間は、スーパーファミコン版のドラゴンクエストシックスの、まあ、起き上がり確率1024ものレアモンスターのみで第集めて34クくリらアいすにる、ランはクい、イン縛しりまし配信やった。てます。はい。題して人外の底辺がレアモンスターのみでクリアする配信、今日その12、はい、泥人形を引き続きリバーストカウント600から、はい、再開しますんでよろしくお願いします。はい。じゃあ、いつもの行きましょうか。恒例の。次、クマちゃ飽きんなを。いの？え？飽きない。飽きるくらいだったら最初からやりません。いや、きついけどね。神聖王様、ご機嫌麗しなんでに。芯がついたの？はい、7個目さんいらっしゃいます。どうも、こんにちは。はい。あれ。じゃあ、スタート。はい。まあ、人の少ない今だったらね、いくらでも皆さん乗れるでしょうし。ただ逆に人が少ないとやっぱなんか点が取れないんですかね。本当に11万とかありえんですかね。うちの配信じゃね、どんなにあれしても5、6万がね、限界ですけど。スタート。ああ、カジキ帰ってこう。ダメー。さあ、どうかなーと。ぼっち釣りが、クレさんでいいのかな？ 3200 ポイントで1位おめでとうございます。はい、お総合昼寝の方しが、ないはい、の？しませんよ。はい、もぐもぐさん31000ポイント、クレさん3200の、僕3位の、4位、ひまつらおやぶさんの5位、人造さんということで、はい、わこ。ランクインした方おめでとうございます。はい、ルシュさんどうも、はい、いらっしゃいませ、こんにちは。今、釣りックも開幕終わったんで、じゃあ、本格的に始めましょう。さてと。まあ、ドラケがね、この時間帯っていうか、この枠に移ったのは、まあ、わかる人はわかるでしょうけど、今日の夜から、セガサタン版の金田一、はい、やりますんで、まあ、そちらも興味ある方、ご覧になってください。ハマス指導だった？まだですよ。まだですよ。夜、持ち帰りで、小田取りに行くって感じですから。犯人先はい、に行っ12個て目さんいらっしゃいませ、こんにちは。犯人は違いますよ。犯人は先に行っていいってか、ゲーム違いますよ。サタンのやつは犯人側を操作するゲームですから、犯人が自分なんですよ。それは分かってるよ。さっき動作テストしたら、なんかシナリオ2つあるっぽいですね。なんか2人選んで、それぞれの、あれで、完全犯お罪を知らせ成立んさですせて、か？
おごってください。嫌です。店で食おうぜ。嫌だ。店で食ったら今日配信やる時間がないでしょ。寿司は何が一番好き？僕はマグロですね。やっぱり。第30くらいにランクインしました。あーどうも、あー来たやっと。この枠ですかね。1時間半になって短くなっちゃったからね。どうでしょうね。回転寿司何皿食える？目標100かね。わかんないってか。は、腹に入る量よりも、その前にあの財布が底をついちゃうから、限界まで食ったことないんですよ。一回ぐらいね、本当に腹満腹でもう食えねえってぐらい、寿司とかね、食べられたらいいんですが。財布あげようか？どういうこと？何の財布？財布は別にですね。キラーマシンにかける3かサブメタかける3ってパーティ組むとしたらどっちがいいかな？やっぱり2回コードの方がいいんじゃないですかね。総合的に判断したら。まあ、英訳コードですけどね。え？わかんないですね。まあ、30ぐらいは余裕でいけると思いたいんですが。それでいいからね、ほんと。食ってみたいですね。モンスターにするとしてドランゴいらないかな。いやドランゴは普通にやっぱりねえ強いと思いますからね。昨日の夕方に初めて睡眠薬飲んだら頭フラフラなう。どうしたの？なん睡眠薬飲んだの？ねえ、睡眠薬って眠れるでしょって、なんか起きた後ね、なんかそういう、頭がぼーっとするみたいな話ね。マシンかける3はブメタかける2かダブってなったらどうだろう。ってなったらどうだろう。まあ、ドラゴンの強さって言ったら、まあ、最初からドラゴンになれるっていうのが、まあ、あれですし。ラスボスの名前言っていい？別にいいですよ。初見プレイじゃないですから。ドラゴン入る余地あるかなって。決め長すぎだ。まあ、主人公バーバラは外せないですからね。難しいですね。剥がれめたら最悪一匹でもいいような。いや、でもマシン、どうかね。ステータスがちょっと僕もそこまで。BGM がエコーかかってるの自分だけかな？エコーかかってる？いや、BGM はエコー、いや、でも。特に何もしてないつもりなんですが。BGM にかかってないぞ。かかってないよ。お主だけ。さあどうかな。気の見くししてでも最強メンツにしたいなって。ああそれだったらドランゴよりは。一流にブラウザ開いてるんちゃうか。いや僕は開いてないけど。さあどうかな。薬草提供、朝原昌光さん、1100ポイント。はい、どうも、朝原昌光さん、ポイント広告、ありがとうございます。なんで最近インスタ更新しないの？え？何？インスタなんか僕やってませんよ。僕、ツイッターもフェイスブックも、そういった類のものは一切やってませんから。第1くらいにランクインしました。どうもありがとうございます。1100ポイントで1位になるもんなんですね。ニコ生をかそったもんですね。いくら瞬間最大とはいえ。アリーナとミネアとカツどれが好き？ちょっと待って。なんでそこでカツが入るの？
そんなに人造さんはカツが好きなの？そういえば今朝方ね、てか、うん、午前中ちょっと早くまあ目覚めたんですけどね、なんかニコ生でね、なんか今ドラクエ5でね、うん、歯切れメタルね飼ってる生主さんがいましたけど、そう間違えた、うん、間違いでしょう。やっぱりああいうの見てても本当鬼畜な所業鬼畜な所業だなって思いますよね、うん、本当にハマったらもう。カツはユニコーンのリリに勝てる逸材。誰リリって、それ申し訳ない、ユニコーン一回見たんですけどね。帝王ワタの配信場所にする気はないの？とりあえずニコ生が潰れないうちは変わらないかな。レア4匹揃ったら、とりあえずこれ泥人形終わったら次のターゲットがウィンドマージなんですよね。だからウィンドマージが出るところまではね、ちょっとムドを倒したとこからストーリー進めないとダメなんですよね。だから、ジャミラスとか倒すにしてもね、うん、このリップス2匹と泥人形2匹で、ジャミラス勝てるくらいまで鍛えなきゃいけないんですよね、うん、辛いところですが。果たしてこの4匹でね、どれぐらいあれすれば勝てるのか分かりませんが、真空派できるならいけそうだが、どうでしょうね。でも、はい、47個目さんいらっしゃいませ、コンチニーは、はい、どうかね、真空派ダメージもですけど、まあ、回復はどうでしょうね。ゲントの杖使えば、まあ、ゲントの杖と炎の爪あれば、いやでもスクルトルカニン、スクルタは欲しいかな。まあ、スクルタだもんね、いい玉とミッチーが。ムドは仲間になりません。うん、残念です。そのさっきの話ですけどね、ドラクエ5でハグレメタル買ってた人は、なんかね、まあ今の僕みたいな感じっちゃ感じですけどね、ストーリー進めないね、ハグレメタル仲間になるまで多分グランバニアのとこストーリー進められないっていうからね、山頂がいないしね、もちろんってことはね、金槌使える味方もいないしっていうか、金槌自体が手に入らんからめちゃくちゃ狩りの効率かかってんですよね。なんか見たらほぼほぼ1時間で10ちょっとぐらいだから、僕が見た狩りだとね、今日も5時間で50ぐらい、50か60だか。帝王はこつ、はい、どうも超魔界はるかさんいらっしゃいませ、こんにちは、いやー612、まだまだっちゃまだまだですけどねえ、いつ来るんでしょうね、本当に疑心暗鬼になりますよね、こういうのって多分本当にねえ。まだ今600回だからまだね、確率的にはって思いますけど、これが例えば1000超えてね、さらに2000いって、はい、書いてあることぬるいね。え、どうぬるいんですか？ぬるいの方向性がちょっとわかんないから何とも言えませんが、無理の。
最弱と思われる自顔に、お世辞にも性能は高いとは言えないが、しか書いてない。いや、結構それは、それはそれで結構辛辣じゃないの。そういう意味のぬるいですか。まあ、それ昔の攻略はね、結構あれですがね、まあ、結構まずいこと書いてますよね。昔ならこんな句は使う意味がないぐらい書いてた。そう。まあ、そりゃそうでしょうけど。自分のおっぱい揉んだりする？ねえ、揉みませんよ。だって、もう、揉んだったら、もう自分で揉んでも何も感じないもん。ブースターに進化させる意味はないとかね。ね、ああ。ねえ、それで、ね、自分で揉んでつく、手が疲れるだけだもん。何にもいいことないです。実際どうなんですかね、その本当に。揉んで気持ちよくなるもんなんですかね、おっぱいっていうのは。今日の夜やってみて。どういうこと？何を？でも真空波って買わされることも多いんですね。結構ダメージは大きいけど、化け物ゴミ出たら女子中学生の上半身裸下半身ブルマのみ出てきた、うん、そんなエロいシーンありましたっけ。昔一回見たには見たっていうかね、まあ、確かに。なでこちゃんですね。なでこちゃんだ、誰でしたっけ。全然覚えてない、もう。最近ちょっと昔に見たアニメとかでももう、ストーリーがポンポン離れてく。もうなんかほんと頭のなんかね、収容っていうか、記憶領域が完全に。アルツハイマー？わかんない。でも昔のことは結構覚えてるんですよね、逆に。最近のことはダメでも。だから昔やったゲームの方が結構攻略方法とかね、覚えてたりみたいなことは。最近のは忘れても勝つの隕石激突は覚えてますもんね。まああれは何回も見たからっていうのもあるんでしょうけど。自分の名前覚えてる。当たり前じゃないですか。最近はアニメが多すぎるし、ね。まあ、確かに多いですよね、最近本当に。っていうか、いつぐらいからにアニメ増えたんでしょうね。とてもじゃないけど、ニートだってね、こんなもんね、どんなにアニメ好きだって、全作品結構カバーするのは難しいんじゃないかね。覚えてないです。3日前ってなんだ？え？金曜日か、金曜日の日に何食べたかね、もう全然そんな。覚えてませんよ。だってどうでもいいことじゃないですか。それで3日前に何やったって言うならまだしも、3日前に食ったもののことなんか、どうでもいいでしょう。はい、ポテさんかな。はい、ポテさんじゃないか。63個目さんいらっしゃいませ。どうもこんにちは。ポテさん、そこの鼻のとこがね、乳ガンダムの乳に最近してますからね。ブルーベリーは、いや、僕はアイスはバニラですね、ひたすら。ブルーベリー美味しいかね。ポテ。あ、ポテさん。はい、どうもいらっしゃいます。そっか、っていうか、そっか。ハーゲンダッツ200個食える？無理じゃない、さすがに。腹壊しそう、そうそう、っていうか。よくあったらこれ詐欺枠なんだから、なんかリスナーさんにゲームやっててもらわなくちゃいけないのに。でもどうでしょうね、最近はなんかあんまりそこまでゲームなんかやってっていう人もちょっと減ってきたっていうか、なんかこの、こういうゲームそろそろブーム的になんかピークアウトしてんのかね。言って新作が来ればね、まだって。いや、別にそれは。
いや、てっきり忘れてたから。ああ、そういえば、と思ってる。でも、あんまりリクエストも来ないからね。もうみんなもいいのかなって、なんか。言われたいの？いや、いいですよ、別に。ね、でも僕も僕でこうやってね、ゲームのね、軌道やら、ね、スコアの結果の順位の発表とかしてたら、ね、言って、作業のペース、ね、少なからず落ちますからね。それだったら、うん、まあ、ただ見てる側が、ただこんな口笛吹いてね、敵を狩るか逃げるかって、こんなの見てて面白いのかなってね、なんでこれを配信でやろうと思ったんでしょうね、僕は。和骨です。はい、70個目さんいらっしゃいませ。どうも、こんにちは。作業枠兼、リクエストがあればゲーム枠です。300ポイント。はい、どうも。運気カレーさん、広告、ありがとうございます。24。どうかな、F スマハさん、アサギさん、リテルさん、ポテさん、ヒマツラオエボさん、4480ポイントで。ね、どういうこと？もう飽きてきました。うん、もう飽きてきた。じゃあやめます。まあこういうのはね、楽しんでる人は多分ね、そういう、なんか多分ガチ勢どもの、多分そういうコミュニティがされません。はい。そんなセンスが僕にあると思いですか。いいんですよ。僕はこうしてゲームしてるだけで。すやすやてよ。はい、どうも、79個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。すやすやーって言っても、買ってくれないと僕、さっきね、次くも貼っちゃったから、もう僕にはもう。コボラーならできるでしょ。コボラーいや、なんでコボラーそんなことができる才能があるって言うんですか、無理ですよ。って言ったら貼ってくれた。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、やらせていただきましょう。はい、どうぞ。コボルじゃゲーム作れないの？多分作れないでしょ。多分ゴボルってコボルってね、そういう銀行とかあとね、ポス端末のそういうシステム系のプログラミングがねメインらしいから。内部ロジックを別言語に書き換えるコボルプログラム組めばええんやで。そんなこと言ってももうコボル自体はほとんど覚えてませんよ、多分。もうやったの何十年前ってそんなレベルですからね。はーい、ってことで、うわ、誰もやってないじゃん、もう。
いつ寿司行ったの？違います。今日の夜寿司屋の、取りに行くんだよ。すごい、何ちゅうちゅう。これは悲しいね。これは、ね。ぼち釣りナンバーは誰もいないし。ポテ30ポイント、僕0ポイント。ブリオさん1万3位で、ふすまはさん、ひまつらおやむさん3万円。これはちょっと、もうやんない方がいいでしょ。もうみんな興味ない感じでしょ。誰もやってないとか、ね、マジでくさ。これは悲しい。もういや、やめよう。なんか急に下火になった感じですかね。まあ兆候はあったけどね。あらららら、次行くもん。まあ多分もう本当に ね、まあ多分本気でやってるガチじゃ、多分そういう枠があるんでしょ多分。もう過疎生主でしょ、バレバレ。もう過疎生主してバレちゃいました。悲しい。もう大手なんてね、とてもじゃないけど、言えない、ちょ、ねえ、そんなレベルでしょ。いいんです。僕はこのままこうして、過疎生主として、うん、細々と、まったりやれれば。うん、平日なのにやってるなんて珍しいな。だって、94個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。平日なのにって、僕は無職なんだから、むしろ。平日だからやれるんです。平日でもやれるんですよ。っていうか、ねえ、このドラケ6の仲間モンスター集めは基本、平日のみで、土日は、お休みですから。今までこの時間はなかったやん。うん。今日の夜7時からセガサタンの金田一は夜から、うん。まあ、買っていただいたね、生主さんの都合があるんで、うん。金田一は夜にあるんで、ちょっとドラクエは、この時間にいろいろあって移し替えました。うん。申し訳ない。改めてやっぱりすごいですね、1024分の1っていうのは。これがね、ゆくゆくはぐれメタルとかになったらどうなんでしょうね。借りにくさがね、さらに増すってことですからね。ヘレット配信時間を比較してる、はい、だーって3時からやるんですからね。やっぱりちょっとこの作業枠、ちょっとやっぱ長時間はね、ちょっと、うん、やっぱりね、長期戦になることも見据えてね。はい、97個目さんいらっしゃいます。はい、いらっしゃいってことで、うん、今夜我が家は寿司ですから。実は全然、早いっていうか、うん、悪くないんですが、
多分ね、今日1時間半やるとして、多分カウンター700、どんぐらい ?720 ぐらいいけるかもですね。ペースは早いけど。なんでそこで対抗意識を燃やすんですか?いいじゃないですか。なんでそんなに僕が寿司を取るということで、なんでそんなにリスナーさん、何、ポテさんは劣等感を抱くんですか?ダメなんですか?僕は寿司を取っちゃう。しかも、自分が食うがためって、まあ、それを自分が食うためってのはありますけど、一応ね、昨日の母の日のためのね、親へのね、一応、ね、プレゼントってことでね、寿司、ね、取るわけですからね。劣等感半端ないから断食します。なんでですか?いや、じゃあ、タンニって鍋、帝王が寿司取るならって、その前置詞はいらんでしょ。そう、逆かな。僕がなんかそこに劣等感っていうか、なんか、コンプレックス抱いてるから、そういう言葉に過剰に反応してるんです。そうです。僕が泣きなしのお金を出して、寿司を。どうだ ?641 回。でも、まあ、泥人形最後ですか、魔法の生成ってこともあるし、まあ、レベルアップって可能性もあるし、レベルアップの可能性が高いんでしょうね。ドルル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 、ダダン。ですよね。次枠の最後あたりです。低いね、歌ってくれるんだっけ?いや、歌いませんよ。寿司食いね、もう何年前でしょうね。イッチューさんはカウント193でしょ。あ、やべ。あ、やべ。あ、死ぬ。あ、死ぬ。いい玉、死んじゃう。今は寿司食べたいだろ、オレンジレンジの、はい、どういうこと、なんでオレンジレンジが出てくるの、なんでオレンジレンジ、ちょっとわかんない。今日も右下の米が寒いそうですか。105個目さえいらっしゃいませ、こんにちは。でもともとね、この今日の目標のコメントね、なしでやってたのに、ね、なかったらなかったで、リスナーさんがね、今日の目標はって聞いてきたから、ね、こうやって、慣れしてですよ。ね、リクエストがあった上でのね、提供ですから、寒いなんて言わないで。むしろね、今日みたいに、てかね、5月もようやくなんかね、暑くなってきたんですから、むしろ寒いくらいがちょうどいいでしょ。ちょっと違うな。ちょっと違う。スム27517795。何これ?あ、オレンジレンジってのちょっと待って。求めていたのは今日の一言やずぷ。
そう。今日の一言。あ、ちょっと待って。あ、寿司食べたい。何？これ？あ、ちょっと。あ、ちょっと、後で見ます。ちょっと。今日の一言やって、今日の一言じゃないですか。今日はね、この人、ね、この文章に、今日うちはね、寿司を食べますってことをね、さりげなくっていうか、わかりやすく、そしてね、なおかつ僕のね、今の心境、ね、このね、トロは中トロ、小肌味っていうの、このね、少ない文字数に表現してるんですよ。いやー、本当にドハマりしそうだな。なんか間違えて大トロと書けばいいのに、はい、何のことですか。まだね、もうちょっとレベル低かったらね、熟練度あれもできて、強化できてたんでしょうけど、もう熟練度とっくに超えちゃってるからね、今。レベル上げでしか育成の成長要素がないから。うまいものいっぱい食わせて親を病気にさせようとする帝王の企み。犯人はお前だ。なんでですか。そのうまいもの一番食うのは僕なんですけど、なんだかんだ言ってね、量的には、ね、体重の比率で考えたらね、まあ僕がちょっと少ないかもですが、親病気にさせたらどうするんですか。親の治療費誰が出すんですか。僕無職で収入ないのに、親病気になったら困るの、誰が困るって一番困るの僕ですからね。そんなことするわけないでしょ。そら帝王やろ。いやいやいや、だから車をふりして親は食べないように仕向けてるんでしょ。何言ってんですか。じゃあ何のために寿司取ったのね。自分が食べたいから取ったんでしょ、帝王。いや、でも。いや、そりゃ食べたくないって言ったら嘘になるでしょうけど。それでもね、やっぱりね、母親にね、まあ、ね、ここまで面倒を見てくれた、ね、ささやかなお礼としてっていう、ね、その純粋な気持ちからですよ。多分。それが本当なら素敵なことだな。うん、本当ならってのが気になりますが、まあ素敵なことと言ってくれたんで、うん、ありがたく。さあどうかな。ですよね。ドラクエ6のレベルアップの成長って固定なんでしたっけ、確か。だからステータス吟味はね、レベルアップでは確かしなくていいってことにはなるんですけど、
41分で720ぐらいかな。何、放送試合は何、コケコケするツールだ。何これ、何これ、タップした場所にコケを出す実験。今アホの帝王の放送見てる誤爆誰にコメントしたんですか。これ何、ちょっとやってみる、コケコケコケこれが何になるんですかね、はい、左上になんかカウントは出るけど、こんなこっち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 、あ、間違えた、あ、間違えた、何逃げてんの、あ、まずいまずい、 もしかしたら今の一匹かもね、もしかしたら起き上がるやつだったかもしれないのに、こんなくだらねえことに金使うなよねえ。なし、100回やるしたらなんかある、次クマ貼ってくれるのはいいんですがまたさっきみたいな悲惨な結果になるんじゃない、やらない方がいいんじゃない、まあ、貼ってくれたってことはやってくださいってことでしょうからいいですけど、悲惨な結果になりますよ多分、誰もね全員乗れるでしょうし、花火かな？ノイズー、ノイズ。どうかな？これで治りましたかね？花火とかクレイジーだな。違いますよ。マイク舐めないで。舐めてませんよ。たまになんかマイクがね、こういう誤動作というか。これ本当に釣りやってる？なんか釣った数見るとなんか全然動いてないっていうか、もう誰もやってないでしょ、もう釣り興味ねえっていうのか、僕の配信が興味ねえっていうか、僕の釣りに興味ねえっていうか、なんか明らかにノーサンっていうのなんかサインが表示されてるしか、やってる人いるけど、いるかもですけど全然少ないでしょ、これ多分また5位とか0ポイントになるんじゃないねえ、ラジオ感覚やぞ。そう、はい、ちょっと思ってバナナ食え。そうですか、はい、チョモさんいらっしゃいます、どうもこんにちは。はい、か、なんて読むのこれ、わかんない、彼女は何々の油を塗りたくっていたさ、はい、2万800ポイントおめでとうございます。そこのは、スチームさんが、はい、3万2500ポイント。で、2位が彼女は以下同以下弱。ということで、昼休みの私だ。ファイアーエンブレムはどこ行った？ファイアーエンブレムは3時からです。はい、ふすまはさん、人造さん、チョムさんってことで、はい。おめでとうございます。はい。まあ、とりあえず、ファイアーエンブレムはね、3時間の枠ですから。チョモさん的にあれかね、そこの時間だったら2時前ぐらいだったら休憩で逃げるか。すみません、ガマの油と読みます。あれでガマの油って読むのね。はい、136名さんいらっしゃいませ、こんにちは。いった3時さんは昼間じゃないでしょ、3時さんは夜中とか朝方でしょ。本当だ、なんでドラゴンクエスト6やってるんだ。いや、なんでだって言われてもファイアーエンブレムは3時からやちゃんと枠取ってあるでしょ。これは、ファイアーエンブレムやる前枠で、ちょっとね、今空きがあるっていうか、まあ今日の夜からね、金田一やるから、うん、ちょっとこの枠は左遷ということになったというか、悲しいけど。
まあ、申し訳ないんですけどね、今まで7時ね、まあ見てた方とかも。ガマの油買いに行って、左遷してさ、何ですか？違いますよ。金田一は速攻で犯人ばらされるぞ。いや、だからこれ違いますよ。犯人視点での金田一なんですよ、この今日やるあれは、うん。犯人側の視点に立って金田一にね、うん、完全犯罪を成立させるって、うん、攻略法らしいから、うん。ここはだから大丈夫です。速攻で負けそう。何が負けそう何言ってんですか、ちゃんと、うん、あ、どうでしょう。661回、はい、レベルアップ。それで利用できるの、うん、またクスで扱いされそうだけどまあちょっとさっき説明書読んだ限りそのね、あのミスってゲームオーバーになってもちゃんとなんか攻略のヒントはなんかくれるらしいから、諦めなければいつかは、うん、いけるんじゃないかな、ね、ドロスケがドスケベに見えた。そう、うん、まあドロスケはね、仲間になったらちょっとお払い箱になっちゃうからね。だから時間さえ勝てばクリアはできると思うんですが、今までの怪人たちがアドバイスくれます。ああね、なんか、うん、そうそう、さあ犯人だから殺す側であっても死にはしないんじゃない。金田一に謎解かれて逮捕ってなら分かるんですが、犯人自体が死ぬってことはないんじゃない、あんまり。え、何そこまでして完全犯罪なんです。でもあの怪人たちみんな捕まってるんだよな。なるほど、ね、ポプテピピック か, のか。このゲームのスロットマジきついな。ドラケン6、まあ確かにどうでしょうね。まあでもセーブ&リセットあれしてればスロットやってりゃいつかは当たるでしょう。まあただそれでもね、多分ね、あの何でしたっけ、あの破壊の鉄球でしたっけね、あれとか多分ね、コインで集めるのは相当熾烈でしょうから、なんか敵がドロップするやついなかったんじゃないかな。だけど無限に増えるねやぞ。さっきセブンのリーチでおばあさん出て大体セブンになって外したぞまあそういうこともありますけど、ね、でもいつかは当たりますよ。まあなね、何目当てでやってるか知りませんけど、多分破壊の鉄球とかだったらなんかね、多分裏ダンジョンの敵がな、まあ確率低いけどドロップするから、あんまりあれだったらそっちでね、うん、狙うのもありかもしれませんけど。歯がゆいの鉄球破壊の鉄球です。なんで歯がゆいんですか、テニスが。ドロスケってギレンの乗ってる戦艦、それドロスですね、うん、なんか、ギレンではドロスってどうしたんでしたっけ。あ、ん？壊す？ん？どうしたっけ？作ったっけ？作って廃棄したんでしたっけ？確か資源が足りねえからっていう、うん。あってもあんましょうがねえだろうってことで。うん、確かね、うん、ドロスは、うん、開発してそのまま廃棄にしたというか、うん、そうか。いいね。まあ、今ちょっとギレンはね、ちょっとお金の方が足りなくて資源が有り余ってる状況だから、まあそれはそれでいいんですが。あー、666。いやー、まずいね。こんなのがまだあと
12匹も残ってるとか考えると。FF7 クリアしたよ、名作だった。ああ、はい、どうも、150、ごごめさんいらっしゃいますよ。まあ、なんだかんだけどね、FF7 はね、良作だと思いますよ。またなんかあればね、機会、今度はちゃんとやり込みでね、クリアしたいですね。FF7 は名作だよね。まあでも、7は名作だけどね、リメイクの方を買おうかな的にはあまりなれないのはなぜなんでしょうね。買おうって人います？リメイクのオバマ、サングラスかけてて違和感。ね、なんか、なんか違うんですよね。なんかバレット。僕の想像してたっていうか、僕のイメージのバレットと何かが違うっていうか。あれはいいゲームだった。ノーセーブ、ノークリア。そうですよね。ノークリアフリップスビーでな、何が名作って。名作に対する扱いっていうか、態度じゃないでしょうね。ね、名作ならちゃんとクリアしてあげてくださいよ。3D 用かなんかね、理由は知りませんが。無理よ。無理よ。よきたいきついですね、セブンでも。ギロチンか FF7 と言われたら迷わずギロチンを焼く。ユフィタンが乾いてるからでいい。そこまで。ユフィってどうなの？まだ映像てか画面てか画像出てないの？ね、なんか見、なんかね、クラウドとエアリスとバレットみたいな。最後にエアリスが動いたのって彼女の意思が成就したってことなの？まあそうじゃない。それぐらいの解釈しか僕には頭悪いからできないけど、ね、帝王的と笑う。だってあの映像だけでそりゃストーリーそんな解説とかそんな僕頭悪いからできませんよ。まあそう解釈していいんじゃないの、ね。じゃあもう一度やらないとダメだね。まあそのうちね、そのうちね。言ってこないだもやったばかりなんですから、せめて1年かね、2年ぐらい。間空けて、まあそれがあの、エアリスというか古代史というか、ね、セトラの力じゃないの。と、そう勝手に解釈します。忘れないうちにやっておこう。冥界に帝王に何かあったらどうするの？あったらしょうがないでしょ。しょうがないの。少なくともね、今はまだいろいろやるゲームがね、ちょっとスケジュールっていうかね、埋まってますかね。特にね、FF12 もやるって言っちゃったからね、ゴールデンウィークで飛ばしちゃったっていう。まあその辺の意味もあるから、ね。マジか、FF12 嬉しい。ただいつになるか分かりませんよ。いや、FF9 は、FF9 は順番にやってもあれだから。ただ優先事項は低いですよ、FF9 は。FF10 も。FF9 はもともとあの RTA のスケジュール入ってなかったでしょ、作品。まあ、いつかやるかもしれないけども。9と10は優先順位低い。15僕持ってない。持ってないから無理。かはやるけどね、魔界村12も。魔界村に12なんかあるわけないでしょ。何を言ってんですか。
むせてんなよ。じゃあ間取ってツリックまで。何のことですか。ツリックはもういいでしょう。みんな、リスナーさん、もうね、飽きたというかね、もう完全に下火でしょ、もう。もう、ガチ勢は多分ね、そういう専門の枠っていうか、コミュニティの配信で。ふざけんなよ、とブアンが言いました。そう。バンって誰でしたっけ ?12 の主人公でしたっけ。まあいいか。バン。その場にはなってないでしょ。ザナル感動送りにするからな。なんですか、ザナル感動送りって。なんでそんなことされなきゃいけないの。ウェミダー、ウミダー、早く、早く、むせてんなよ、ふざけんなよ、8キロ。何それ。何それ。早く。あ、それが番号ってこと。てよ、俺、消えっから。僕は、まだ消えないでしょ。そんなに滑舌悪いのって、僕も人のこと全然言えないと思うんですよ。いやー、しかし、全然出ませんね。俺が起き上がった暁に一体何があるんでしょうね。まあ何があるって言ったら普通に4匹目が始まるってだけなんですけど。プダペンポ、ふざけんな。そんなにあれですか。ナッパ、俺の言うことが聞けんのかって言ってみて。誰が僕がナッパ、俺の言うことが聞けんのかって。それが何、リスナーさんにはどう聞こえてるの。僕の滑舌だと。いけないので謝罪して。すいません。じゃあそんなこと言ってみてっていう振ったリスナーさんの方に文句言ってください。いやー、しかし部下に恵まれない上司の図。何のことですか。なぜの嵐？なぜね。いや、本当に裏切ったんですかって早口で言って。どういうこと？本当に裏切ったんですかって。本当に裏切ったんですかって。なんか早く言ったらどうなるの？なんかのトリビア。オンブル裏切ったんですか。知らない。そんな風に聞こえるの？オンドゥルロラジジジタンドゥジジジジ。そっちのが逆に言いにくい。いや、何知らんよ。知らん。何なんか有名な元ネタ。これ本当にドラゴンマスターいますよ、ね、仮面ライダー剣。いや、あんまり仮面ライダーね、そんなに、平成以降の仮面ライダーそんなに知らないんですよね。僕の中の仮面ライダー、ブラックの RX で止まっちゃってるから。まあ、それで年齢をね、推察するのはやめてくださいね。非常に迷惑ですから。大正時代の仮面ライダーは？知らない。大正時代に仮面ライダーなんかいるわけないでしょ。オンドゥル語で喋っていい？知らない。どうぞ。オンドゥル語が何か知らないけど。オンブルゴブバ、ブグザーズヤングブイ、仮面ライダーブレイロ、
スピードバイユールドカズデズドワズザー。仮面ライダーが ブレイドの部分は分かったけど、オントゥルゴトゥルは分かんない。わかんないんですか。うん、わかんないんです。おお、どうだ、もうだ、まだ誰かいるかな、バーバラかな。いやー、そうそう、来てくれてもいいと思うんですがね。帝王だった。あー、やっぱ消耗激しいね、このゲームっていうか、このゲームっていうか、この縛りですね。よくもまあ、これだけド S なことを思いついたというか、やろうと思ったというか、ドラクエ5終わって ドラクエ5は確か2月の頭にね、予約コンプして、ちょっと間空いたから、まあいいかなと思って、始めたけど。自分でやるって言うたじゃん。そうですね。そどそどリベルアップルアシナズデボイインディスよ。ちぇ、なんて言ってんの。しなくてもいいんですよって言ってたもん。今日は1時からなの。あ、どんぐりさんいらっしゃいます。そうですね。金田一は男女どっちの犯人でやりますか。金田一のハードは何。わかんない。順番どっちかね。まあその辺はリスナーさんの意見聞いてからかもしれないし、はい、ドラクエはちょっと、うん、今日から1時からやります。197個目さんもいらっしゃいます。どうもこんにちは。金田一のハードは何。女子高校生でやれ。君たちのハード、あの、セガサターンです。セガサターンのあの、犯人視点のなんか、ゲームがあるんで。一応女の子の方が簡単と言われている。そうなの。まあ、どっちでもいいや。まあ、両方やればいいでしょう。せっかくね、人造さんに買っていただいたんですし、両方クリアすればいいでしょう。言って、そこまで言うほど難しいの、本当に。僕のね、英知を持ってすれば、もしかしたら今日の配信でね、いきなりクリアして終了なんてパターンもあるんじゃないかね。ないかね、さすがに。まあ、任して。頑張るから。みんな黙ったよ、責任と。なんでですか、なんで黙る必要なんですか。今日は機嫌いい、そう。なんでそんなに僕、普段機嫌悪い、うん、まあ今日は寿司だからじゃない、うん、今日はね、夜、ごちそうですからね。寿司。電話が H とか言っちゃったから止まった。なんで H とか言って止まるんですか。止まんなくたっていいじゃん。僕だってちょっとかね、そういうかっこいいね、言葉使ってみたいじゃないですか。この前特上寿司食ったって言ったら NG にされかけたぶわ。それはないでしょ。なんでそんなことで NG にしなきゃいけないんですか。羨ましいと思うかもしれませんが。違うでしょ。それはどんぐりさんが不正言うから NG にするって言ったんですよ。別に特上寿司で不正とかする、特上寿司で NG とかするわけないでしょう。怖い。怖いって何。俺焼肉で NG されたぐらい。されたって。じゃあなんで今コメントできてんですか。おかしいでしょ。子供だから波のラインナップの方が好き。え、うん。まあ確かに。彼女できたって言ったらとんでもないことされそうだわ。まああんまり違い分かんないでしょうね。僕も多分ね、そのね、波とね、特上食べてね。彼女ができたって言ったらとんでもないことさ。なんでですか。そんなことであれしてたら、僕の配信誰もコメントできなくなっちゃうね。
せめて最低700は行きたいんですね。700行けば今日終わりでいいかな。あと16回。自転車帰ってきた。え？何甘えてんだこら。どうしたの？帰ってきたって盗まれてたの？やっぱり警察が何自転車見つけたってこと。何甘えてんだって。何を甘えてるって言うんですかね。この間なんか鍵借りて取られたってね。鍵しないで置いたから取られたってね言ってましたね。大丈夫だったの本当に。800回まで今日流行るんだよ、まあ、無理でしょ。だって3時からねえ、ファイアーエンブレムもあるんだし無理ですよ時間的に。今もうね2時10分だし、どう考えたってやれる余裕がない。ハム寿司は持ち帰りセットにするの？そう、いやそうですね、セットにしようかな。セットのやつから適当に見繕って持ち帰って、盗んだ犯人が捕まったらしい。いや捕まったんだってか。ちょっともう何その人って、何その1台盗たまたま盗んだってこと。その人何、それとも何窃盗の常習犯みたいな人だったんですか。何をその場で食べるんですか。犯人が捕まってっていうか、何じゃあ、人造さん何一応警察に被害届出したってこと。それで捕まったってこと、まあ、どちらにしろね、帰ってきたんだったらね、よかったですよね。じゃあ、釣り具も貼ってくれたから、じゃあやりましょうか。防犯登録とかしてたんじゃないか。親のだからよくわからん。あれなんですね、今時は警察はそういう自転車泥でもやっぱ捕まるには捕まるのかね。それとも不審者だったからたまたまってことか ね。昔なんかね、なんか自転車泥なんかね結構多かったからね、取られる方が悪いから警察がそんなもんいちいちね、とね被害届出しても取り扱ってくれないっていうかね、ほぼほぼ盗んだ自転車が見つかったらまあね教えて連絡してくれるぐらいのあれだったけど、まあ良かったですね帰ってきたんですから。まあでもねこれからちゃんと鍵だけはねちゃんと欠かさずかけた方がいいですよ。まあね噂じゃね本当にね価値のある高い自転車だとね鍵かけても取られるなんてね話もありますけど、やっぱり今は20万する自転車あるからね。ああね、ありますかね、それもね。説教じゃないけど、気をつ、鍵はやっぱかけるべきでしょうね。警察の得意技、職質で捕まえたらしいぞ。ああ、職質ですか。まあ、確かに自転車盗んでたらね、確かに怪しまれますからね。はい、モロポコさんいらっしゃいませ、こんにちはね。10万とかありますからね。
釣りの方は、いちごまんさんがぶち釣り27,700ポイントで配置、はい、おめでとうございます。総合の方がちょうもさんが34,900ポイントで、はい、以下飛沫だおよぶさん、いちごまんさん、ジェストさん、ケイミコさんということで、はい、ランクインおめでとうございます。県庁のほとんどが職質らしいね。でも言っちゃありですけど、僕今まで自慢じゃないけど、職質みたいなことはあったかな、一回あったな。あったかな、あれは職質なのかな、うん。いや、僕の自転車なんですけどね、僕の自転車なんで、それ本当に。オートロじゃダメなんですか、うん、いや、むしろ僕はトロより赤身の方がいいです、ね。動物だと思われたんじゃない。何が、なんで動物で、動物だって言うんだったら職質しないでしょ。ああ、また貼ってくれて、じゃあ、はい、やります。うん、はい、じゃあ、よかったら、ってことで。まあ、自分の自転車だったんですけどね、結構オンボロだったから、それ本当に君のってね。まあ、今日はね、ちょっといい目、ね、いい目のマグロ、食えたらいいなって思いますが。それで職質されてね、防犯登録の番号控えられたけど、まあ当然僕のだからもちろん大丈夫でしたよって、まあ、うん、後日そういう電話は来ましたが、うん、結構あれですよね。でもすごいなんか疑いの眼っていうか、そんな口調で言われたから結構イライラしたっていうのは。なんで人肉、なんで寿司で人肉なんか食わなきゃいけない、食わされるんですか、怖い声やめて。人肉って何、刺身であれしたら美味しいの。いや、想像したくもないけど。マグロってそういう、そういうじゃないでしょ。何言ってんですか、魚のマグロですよ。いやー、出ないね。てか、起きんね。やべえ、めっちゃいった。え、ほんと？あ、230組さんいらっしゃいます。どうも、こんにちは。じゃあ、スコアがどんなもんか。うん、ぼちじりナンバーワン、彼女はガーマの油を塗りたくっていたさん、18,600ポイントで、うお、え、すごい、え、何、総合、わ、すごい、うちの配信ではこれ、ベスト記録ですよね。またかよ、笑、うん、最高記録ですよ、うちの配信では。てつさん、78,600ポイント、すごいですね。以下に SNSK0829 さん、ジェストさん、飛沫だおよぶさん、人造さんってことでね、うちの過去のレコード更新ですよ。78,000本当に行くんだな。何釣った、人魚もしかして、あの、亀が出たとか、そういうあれですか。まあ、おめでとうございますってことで。さあ、こっちはどうかな。693回、来るかな。はい、だね。抜かれた、しょぼーん。ね、抜かれちゃいましたね。今まで、チョモさんがね、歴代1位だったんですけど、人魚とサメでもそんな行くんだ、すごいな。ぼっち1位の人のコテハンか、わらわら。さっき、あの、ガマって読み方を教えてくれたから。70,000とかすごいな。やっぱ行くには行くんですね。うん、こんな仮想配信じゃ一生拝めないスコアかなと思ったけど、出る人は出るんだな。果たして今日だっけ、寿司屋で無線飲食、はい、無線じゃありませんが、はい、239組さんいらっしゃいませ、こんにちは。やめてください、そういう不謹慎なことを。それに、あの、うん、寿司屋って言っても、あの、うん、もうセットのやつ持ち帰りで、すごいですね、そんなにずっとなんだ。
僕はその都度いろんなゲームとかあれでね、そういうハンドルネームバラバラだから、うん、ね、言ってこの帝王だってね、ニコ生で配信始めたのってね、使ったあれですから、うん、結構なんか固定だとなんかいろんなあれがね、バレちゃうんじゃねえかなとかって警戒してるから、うん、その都度その都度ね、変えたりとかは。帝王の前の名前はカオス、うん、ゼロだって。違います。何ですか、カオスゼロ。セットカー半分以上帝王が食べるんでしょ？いや、わかんないけど。でも、ねえ、その寿司のお金は一応僕がね、出すというかあれですから。別にそれで恩着せがましいことね、言うわけじゃないけど。まあ日頃のね、感謝の気持ちというか、ね。ネタとシャリで分量するの？何がですか？しませんよ。いや、出ないなぁ。どうしよう。あと3回でちょうどって。わさび3倍ぐらい増量していい？ダメ。ダメってか、最近なんか、あんまり、どうなのそういうの。ねえ、あんまわかんないけど、他の回転寿司屋も、普通に寿司ってわさびついてなくないですか？なんかね、そのわさびはなんか別で自分でつけてみたいな感じで。ネタにわさびって最近デフォルトでついてなくないですか？寿司屋の回転寿司屋とか。ねえ、僕あとカッパとかも行くけど、基本的にはね、わさびついてないでしょ。どうなのその辺。あんまり、他の寿司屋行ってないからわかんないけど、回転寿司ってわさびって回転してる間にどっか飛んでいってるわ、うん、ということですか。はい、246個目さえにしますか、ね、まあね、苦手な人がいるからね、うん、だからつけたい人だけってことですね。まさか帝王、わさびを何のことですか。いや、僕は別にわさび全然普通にわさびないと物足りない、まあ、いけますけどね、そういう人もいますからね。最近はちょっと刺激物ね、あれするとお腹が下っちゃうことが多いから、多少は減らしたり控えたりとかしてるんですけどね。みんな残念そうなのはどうしてなの帝王。知らないです。何が残念なんですか。醤油、いや僕醤油はさすがにつけますよ。病院行った方が良いんじゃ。なんで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 病院に行けって言われなきゃいけないの。お腹下出すからいいですよ。だから今そんなに、うん、ね、一時期ちょっとお腹もひどかったけど、今は全然問題ないし、うん、大丈夫ですよ。大きな病気したことある？あんまないですね、うん、いや多分今診断したら何かしら。いいですよ。その匂いが次第に稲荷に見えてきた。そう、あ、稲荷もいいね。稲荷も誰しようかな。瓶の色は？匂いは？いや、あんまり気にしてませんよ。そんなよっぽど変な便の色とかだったら。帝王の得意技だもんね。これが私の稲荷寿司だって女子高校生に。何の得意技ですか。稲荷は桜伝部入れる派？何？桜伝部？わかんない。いや、普通に、うん、シャリだけ入れる稲荷じゃない？今日の昼はそうめんにしました。ちなみに腐っていません。はい、テオドットコブさんいらっしゃいませ、こんにちは。うちは今日なぜか知らないけど、あの、うん、賞味期限切れかけのなんかレトルトのなんか赤飯のあれがあったから、
今日赤飯なんか赤飯になっちゃった昼飯。ね、昼赤飯で夜寿司っていうのも。で全部のことじゃないからね。いや違うの、ね。腐ってません。あっさし。何を察するんですか。僕男だし。早く食うのですか。何を早くは食いませんが。まあ赤飯のあれは最悪ね、あとでおにぎりとかにして食えばまあなんとかなる、うん、処理できるでしょう、うん、そろそろ時間かなと、うん、おにぎりあさしいや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 早食いとかしません、そんな30秒でとかね、すぐ仕事だから15分寝る、うん、ああはいどうもお疲れ様です、はい僕はもうすぐこれ終わるから、僕はそしたら3時からのねファイアーエンブレムの準備しますよ、ね、あと2分ぐらいかな、あと5回はちょっと、うん、こちらは26度あります。もう夏ですね。暑いですよね。だんだんいよいよね、暑くなってきたっていうか、まだね、言って5月なんですけどね、ついこの間までね、寒い寒いってね、言ってたよ、うん。急にね、また暑くなってきた。今年の夏も暑いんじゃないですかね。やだな。ミートチェックの帝王さんが暑苦しくて仕方がないと考えると何のことですか、昨日暑かったな今日も割と、ねえ言ってまだ5月中旬なんですけどね、平年並みって言ってたよ、あこれで平年並みか、そうなんだ、帝王の4期が近づいてくる、なんでですか、そりゃ毎日毎日近づいてはいるでしょうけどね、ちょっと服はちゃんと着てくださいよ、着てますよ、 T シャツとトランクスだけですが、クーラーつけれるの、クーラーまだつかないの、さすがに電気代もったいないの、今日とりあえず扇風機で今我慢してますよ、クーラーはどんなにあれしても6月入ってから、今日はアークマン覗いたんだけど、はい、噂通り良さそうなものが置いてあったよ、何の良さそうなもの、そうそう、撤収かな、ユニクロ抜いた、すごいですね、ワークマンっていったら作料理のイメージしかないんですね、ダメかな、あと、45秒26分でもう撤収しましょう、夏はクーラーつけてゲーム三昧か、そうですね、聞こえはいいけどやってるゲーム配信は結構ね、ドエスな作業が多いですけどね、てかまさにこれがそうなんですな、あと1回いけるかな、ラストこれでも、出ても出なくても撤収、はい撤収、お疲れさん709で今日は終了、放送用だから仕方ない、放送用ね、よし撤収だ、撤収、よし釣りだー、釣りじゃあちょっと待って、709だとキリが悪い、いやしょうがないでしょう、そういう時もありますよ、
ちょっと待って。栗賞もらえそうか？わかんない。どうでしょうね。一応なんか予想スコアが。わかんない。709は素数か否か。さあ、どうでしょう。実は僕んちの部屋番号なんですよね、709。マジ？そうなの。見た感じ、パッと見、素数じゃなさそうですよね。ということで、はい、ドラケンシックスは今日はここで終了いたします。誘われてるぞ。はい